兵庫県警交通機動隊に緊急通報。交通取締りのスペシャリストたちが直ちに出動した。ただいま白の警官中心で停止追尾中、現場付近に到着した交通機動隊のパトカーは直ちに逃走者の捜索を開始。サイレンを止め、赤色灯を消す。逃走中の軽自動車は一時停止の違反をパトカーに発見され、そのまま逃げたという。後期隊は狭い路地を猛スピードで逃げ回っているという無線情報をもとに、その周辺の捜索を続けていた。その時であった。手配中の逃走者が路地から飛び出してきたのである。所轄パトカー先行で直ちに追尾を開始。逃走車は狭い住宅街の路地を逃げ回る。振り切るつもりなのか、2台のパトカーに追われても止まる気配を見せない。警告にも従う様子がない。あまり追い詰めると二次事故を招きかねない。後期隊は慎重に追尾を続けていた。その時、一人の歩行者がパトカーの前に現れた。あ、すいません、ちょっと避けてください。危ない危ないから避けて。おいおら、なんと追尾を妨害しようとした男は逃走者から連絡を受けた仲間らしい。この間に逃走者を見失ってしまった。しかしロスした時間はほんの数十秒、そう遠くへは行っていないはずだ。所轄のパトカーも幹線道路を中心に包囲を固める。後期隊は逃走者が再び路地に逃げ込むと読み、先回りして捜索を続けた。そしてこちら逃走車は狭い路地を曲がれずに立ち往生していた。なんと逃走車を運転していたのは18歳の少年であった。同乗していた仲間は2名、誰も暴走を止めようとしなかったのである。一番良かったな。はい、そうですね。途中のヒヤッとしてるかったやろ。はい、そうじゃん。どこでもしとったらな。はい、もう無視とも台無しや。はい、どんなわけでしょうか、知らんけどな。それどころさらざの人殺してんだから。はい、逃げたら全然いいの。運転していた少年は違反が重なり、免許の点数がないため逃げたという。所轄の赤石署でたっぷりお灸を据えられた。